フロディーテ TV をご覧の皆様、こんにちは、勝木理恵です。私のサロンはですね、天神橋筋商店街の、すぐ近くにあるんですけれども、出勤中に、商店街の中を通ったら、マグロの解体ショーというのが書かれていましたので、今からですね、ちょっと顔を出してどんな感じかを、お届けしたいと思います。それでは行ってきます。あ、なくなってる。マグロ解体始まりました。どうぞ。行きます。はい、ありがとうございます。じゃあ、ここ一番まず油乗ってるトマトっていうところになってます。あ、美味しそう。あ、すごい。これが一番油なの、トマトロ。へー、それで油ありすぎて油無理な人は無理だと思います。まず行きそう。はい、お取りいたします。ひっくり返します。はい、カニが2貫と。はい、はい。次から釜は2つしか取れません。そのうちの2つを取ります。こっちのマダイが、これは1つ、カジが2つ、3つ、まだ取れました。カジ3つですかね。カジ3つです。すごい。カジ少し3、はい、生の釜は百貨店だと3000円ぐらいしますけど、今日も1000円で取ります。すごい。よかったら、はい、はい、今日に取った2位があるんで、次の中行きます。このお腹のど真ん中の上位なんです。すごい上って言ったらウサギって言います。名前を書いてお願いいたします。でもお腹取っていきます。マグロ普通に3枚下ろす、でかすぎて3枚下ろしていけないんで、5回に分けて下ろしていきます。へー、このうちのお腹から他は、トロトロとトロがメインに取れて、少しこの玉先に先に出た玉トロっていう部位があります。今回これは高知県の本物の45キロ。45キロ、すごいな。キロがだいたい1万円ぐらいってことですか。何ですか。キロがだいたい1万円ぐらい、その時その時に。ドルとかやったらもう、こうやったら1500円、グラム1500円だって言って、そこやったら980円。これがすぐ前に出そうかなと思って、もう見に行ってください。また、はい、はい、3分あります。
か狭いところだったら、その五が大トロとか。大トロ？そう、そのお腹のところ大トロ、その線、うん、白い線入ってるところ。こう釜の先とだったら、釜トロっていう脂も含まれてある。へえ。です。はい、ありがとうございます。この骨についてるのが中落ちです。おお。この後でスプーンで取って。背中取っていきます。背中はね、主にメインで中トロがほとんどメインで、中トロと赤メインなんですね。今、ごま油としておきます。2つ目です。わかりました。今日中だったら生でいけるそうです。油がすごいからネギトロがおすすめだそうです。
がとうございます。レジ行ってきたんじゃ。はい、じゃあまた、レジが中を使います。はい、戦利品です。今夜はマグロパーティーです。あ、って言ってもね、これはね、私の今日の昼ご飯です。昼にマグロ丼食べて、夜はこれで楽しむというね。まあ海鮮好きなんで全然気にならないんです。じゃ、またねー。